皆さんこんにちは、タヒチアンダンサーギャバンです。本日は1月3日ですね。年始始まっての、レッスンが今日ありました。参加していただいた皆さんお疲れ様でした。その中で、まあ、以前からね、まあ、タヒチアンダンサー初めて触れられた方とかお子様とかが、やっぱり苦戦する壁ってオウエでもなくてアオティでもなくてタパルルでもなくて、一番苦戦するのってこのキックなんじゃないかなっていうのをね、ちょっと私の中で感じましたんで、ちょっとそのね解説をしたいと思います。オウエ、パオティ、タパルルっていうのは基本的には右も左も同じ動きをするんですね。オウエもうその場でこう足踏みするだけですから、右膝上げたら左膝上げてっていうこの順番ですね。で、パオティは同時に右と左パカパカする。で、タパルルも右左、同じことをやるわけですね。だから非常にこう理解しやすいんですけども、キックの場合は、例えば左足が地面について右足がキックをするということで、別々のことをするんですね。違うことをするんで、すごく頭が混乱しやすいので、まあ、難しいのかなとは思うんですけども、ただリズムとしては1234っていうこのリズムがあったとしたら、左足こうやって見ていただくと、僕左足なんですけども、左足のこのポン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 ってこの地面を踏むリズム、ポン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 に対してポン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 、ケンケンしてるような感じですね。ケン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 、このリズム覚えておいてください。それに対して右足が例えばキックをする場合に、ポン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 、かかとで地面をポン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 、このリズムはさっきのケンケンと全く同じリズムなんですね。左足がケン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 、これに対して右足はかかとを地面にケン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 、だからリズムとしては全く同じわけです。全く同じように、例えば、キックしないで、つま先立ちだけすると、ポン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 。ケン、ケン、ケン、ケン。これを全く同じようにやってるだけなんです。ケン、ケン、ケン、ケン。ね。右と左が、なんかこう、やってることが違うから、違うリズムでやってるように見えちゃうんですけども、かかとをついてるリズムとしては、同じことやる。トン、トン、トン、トン。横でやってみましょう。トン、トン、トン、トン。後ろ向きでやってみましょう。トン、トン、トン、トン。トン、トン、トン、トン。これが理解できると、で、体に、落とし込めるようになると非常にやりやすいかなと思います。だいぶ前ですけども、流行りましたね。カモンベイビー、アメリカ。ね。だからこのキックの動きはタヒチアンダンス特有のものじゃなくて他のダンスでもあります。まああれの場合はもっとね、反ってね、カモンベイビーって感じでね、もっと難易度高いわけなんですけども、この支えてる足が、だからこれ左足で逆のことやっても同じです。最初は難しかったら支える足は飛ばなくていいです。その場で軽くリズムを踏むだけ。ズン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 、僕今飛んでません。軽くつま先をかかとを上げてズン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 、壁捕まえながらズン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 、かかとを地面で、左足のかかとで地面をズン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 っていうのに合わせて、右足をこのかかとでズン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 、少し前を蹴るようにズン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 、カモンベイビーって感じですね。わかんなかったらあの振り見てください。はい。なのでタヒチアンダンス以外でも場合によっては出てくるし、このリズム感、体でこのリズムを刻むっていうのは非常に、この振りじゃなくても非常に大事になってきますので、ぜひね、習得していただけると、タヒチアンダンス以外でも応用が効きますので、ぜひ習得してみてください。今回は、オウエ、パオティ、タパルル以上にですね、もしかしたら、
お子様とかダッシュアンダンス初心者の方はちょっとこう難しいなって思うこのキックですね、うん、キックいろいろあります。横でキックしたりとかその場でキックしたりとか、うん、いろんな使い方があるんですけども、一番大事なのは左足のリズムと右足のリズムが同じリズムなんですね。別々じゃないですよというのが理解できるようになると非常にやりやすくなりますので、分かんなかったらキャノンベイビーですあれと全く同じリズムだということをねやっていただけるとよりいいキックがねできて、でかつこのリズム感っていうのが非常にダンスとか、大事になってきますので、ぜひ習得していただければと思います。2024年もね技術向上ということでね、頑張っていきましょう。分からないことあったら何でも聞いてください。私なりに、こう、理解しやすいやり方とか、ちょっとこう、コツとかっていうのを考えながらね、アドバイスしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。シアターサーギャバンでした。お疲れ様でした。マルルー。